ニコライ・ボリソビチ・ガリツン王子1866年11月3日はガリツン家のロシア貴族。アマチュアの音楽家であり、とりわけ、ルートビヒバン・ベートーベンに3曲の弦楽四重奏曲を移植したことで記憶される。これらはベートーベンの後期弦楽四重奏曲の一角を成す曲たちとなった。父はボリス・アンドレービチ・ガリツン。母は、 特殊家の立ち穴ボリソブなポテムキナの姉妹の一人で、あったアナであった。息子のユーリニコラエビチガリツインは作曲家、指揮者となった。ガリツインは一時期ウィーンに今日構えており、ハイドーン、モーツァルト、ベートーベンの音楽に触れていた。本人がチェロを演奏したほか、夫人は卓越したピアニストだった。彼は自らベートーベンのピアノ作品を弦楽し重奏や、 原楽五重奏のために編曲している。1822年11月、ベートーベンに原楽四重奏曲の作曲を依頼する。サンクトペテルブルクにいた彼はフランス語で次のように書き送っている。熱意あるアマチュア、記念の才能を賛美するものとして、勝手ながら一つ、二つ、もしくは三つの新作四重奏曲を作曲される、おつもりはないかとお尋ねすべく、筆を取っています。 このお手間に対して記念がふさわしいとお考えの金額であれば、いくらなりとも喜んでお支払いしましょう。ベートーベンはこれを引き受け、1曲あたり50ルカートを請求した。ベートーベンは1810年の第11番以来、弦楽史重奏曲を手掛けていなかった。1823年は公共曲第9番の作曲で手一杯であり、 1824年になって四重奏曲に真剣に取り組み始めた。3曲のうちの最初の作品となった第12番は1825年3月にシュパンチヒ四重奏団により初演された。この楽団は後に他の2つの移色作品である第13番と第15番も演奏している。ベートーベンは最初の四重奏曲の対価は受け取った。ガリツンは 他の四重奏曲が未払いであることを認識していたが、作曲者の生前には支払われることがなかった。この問題は、最終的に1852年になって、ベートーベンの相続人たちによって解決された。ガリツンは、ベートーベンの合唱作品、ミサ・ソレムニスの楽譜を、ロシアの宮廷に販売する際に仲介する役割を果たした。1824年4月にこの作品の初演が、 サンクトペテルブルクで行われることになったのは彼の存在があったためである。1825年に出版されたベートーベンの序曲、剣道式序曲はガリツィンに検定されている。注釈出典、ありがとうございます。